世界に一つだけの花などで知られる人気ミュージシャンの牧原則之容疑者が覚醒剤取締法所持の疑いで逮捕されました。ここで警視庁から中継です。はい。警視庁は先ほど午後5時半から牧原則之容疑者逮捕について逮捕会見を行っています。牧原則之容疑者は東京港区内のマンションで 覚醒剤0.083グラムを持っていた疑いなどが持たれていて午後4時44分に渋谷区神宮前の自宅で逮捕されました警視庁は牧原容疑者の認否を明らかにしていません牧原容疑者は今後留置される予定の警視庁東京湾岸警察署に向かうものとみられています 牧原容疑者は1999年に覚醒剤を自宅に隠し持っていたとして逮捕・起訴され執行猶予付きの有罪判決を受けていました。